人生ピッチクロックチャンネル。量産もされていない試作モビルアーマーなのに派生機が多数登場している機体ザクレロ。こんな尖ったモビルアーマーとかを作っちゃうからジオンは負けたのだ。ジオン脅威のびっくりドッキリメカ。宇宙よりも地上が似合うデザイン。宇宙よりも地上よりも水中が似合うデザイン。こいつ自身が枯れた技術の集合体だから叩き台や試作機としての存在しているのはいいんだよ。なんでやたら派生機が多いんだよ。オリジン世界だと量産されたから。有視界戦闘だから威嚇効果は大事だし、目はセンサーの正面にカバーついてるだけだし、口は拡散メガ粒子砲だし、がもビームの発信に必要みたいだしで、パーツ単位で見ていくと何もおかしい要素がない。いや、カマはおかしい。ビブロやフラブロのクローは許されてカマは許されないなんてことあるか。クローなら前に突き出しながら体当たりできるけど、カマは高速接近しつつ当たるように振るわないといけないのはちょっと。クローアームのようにフレキシブルに動かせるならともかく、このカマは可動範囲も狭そうだ。こんなの作るくらいならビフロもっと量産しろ。そもそもそいつ自体が失敗作じゃなかった？アムロ曰く、コンピューターで簡単に動き読める。何だったんだ？モテスト気止まりがしそうだろうね。先週戦ったビフロには苦戦してたのを考えるとかなりどうしようもない。旋回性能に致命的な欠陥があるってクラモの説明書に書いてあった記憶。ボールくらいのサイズだったらよかったのに。このくらいのサイズさ、マジで？右のやつが左のガンダムとか他のモビルアーマーのプラモとスクシャク合わせた正しいサイズで、真ん中のやつはこれだけだとキットが寂しいからでかいのつけただけだし、このサイズなら144分の1でも出せたんじゃねえかな。ザクレロはファンネルつけてニュータイプ乗せたら強いと思う。ジーゼネで初めて知ったモビルアーマー来たな。どうしてザクレロにファンネルをつけたんですか？試作機が余ってたんだろうな。どうせどう使わない失敗作だし、ビグロは普通に使った方が強いし。縦臭のボス向けデザイン。ザクレロ開発したチームはマット・アングラー作ったとこと絶対同じだと思ってる。ビブロと出る順番間違えてるとしか言いようないの好き。追い詰められた方がやけくそでっち上げるのは現実でもよくあるから。ハートを打ち抜くペイント公式なのか。二次創作リファインかっこいいの多くて好き。改めて見るとすごいデザインだな。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いするのだ。